はい、こんにちは、僕です。パラノマーサイト、続きをやっていきましょう。そうしたらね、また話しかけていきますか。あとはね、呪詛玉のこと、弓岡のこと聞いても教えてくれなそうだしね、呪詛玉のこと。俺の呪詛玉を手に入れてどうする気だ？もちろん、二度と使われることがないよう、安全な場所に封じます。あなたも持て余しているのではないですか。安全に人を殺せる力など呪い以外の何者でもない。そんな力があって使わずにいられる者がどれだけいることか。まして、蘇りの秘術などという見返りがあるのならばなおのこと。封じるとはどうやって？霊剣新たかな霊術師の先生が責任を持って封印いたします。封印できるのか。納得いただけたなら、その呪詛玉をお渡しください。何なんですかね、この人。なんか警察みたいな感じの人かなってちょっと思い始めたんだけど。弓岡のことじゃ聞きますか。弓岡さん、まずはあんたの身元を明かしてもらいたい。それで信頼に足る人物だと署名できるなら、呪詛玉を渡すよ。あ、めっちゃ近い。確かにそうですね。実は私は、霊術師、ガミオウドウ水源先生の付き人をやっております。霊術師、ガミオウドウ？はい。最近は雑誌にも連載をしているので、もちろん知っているでしょう。そんな有名なの？先日、そちらの彼女が先生のところに相談に来たことがありましてね。あなたのことも、そこで彼女から聞いておりました。てっきり、私どものことも、彼女から聞いているものだと思っていました。それはいつの話だ？つい2、3日前のことです。なるほど。嘘だろうな。なんで？こちらが忘れているのをいいことに、適当な話でケムに巻くつもりか。そもそも、彼女と知り合って1ヶ月程度なのに、霊術師の先生とやらに相談に行ったことも言ったとも思えないが、陽子さんの場合、本当に行ったとしてもおかしくないので、本当に行ってたとしてもおかしくないので、嘘の根拠にはならないか。私のことをお分かりいただけたなら、約束通り呪詛玉をお渡しください。どうする？これまだ聞けるのかな？他の貸し主のこと。本所七不思議の不思議の数だけ呪いがあって貸し主がいるんだよな。他の貸し主がどこの誰かあんたは知ってるのか。それを聞いてどうするのです。物騒なことを考えているのではないですか。全部見透かされてますけどね。世の摂理に背き、蘇りの秘術を求める。そんな身勝手で、浅ましい心に呪いは取り付くのです。その際に、恨みの記憶に触れ、あなたの心には、今、強い殺意が芽生えているはず。あなたも被害者です。とても危険な状態だ。早く呪詛玉を渡した方が身のためです。取り返しがつかなくなる前に。取り返しだと？そんなもの、もうつかなくなってるんだ。俺はもう、なりふり構わず前に進むしかない。その邪魔をするというのなら、わかっているんだろうな。呪詛を行使する気ですか。条件を踏まないよう、これ以上の不用意な発言は控えた方が良さそうですね。威圧してしまったな、陽子のこと。彼女の死が、俺の呪いによるものだと断言したのは何か根拠があるのか？それはですね。おや？ん？何今度？いえ、あなたの連れの女性、今少し動いていたようですが。なんだって？ちょっと待って、振り向けと思い出す。弓岡匠、いいよその話は。そうか、仕事関係？思い出したぞ。直接会ったことはないから忘れていた。え、何？ちょっと待って、急に思い出しやがったこいつ。金絞り公園で、お金家たちの様子を伺っていた男。
墨田区の化学薬品会社飛白石鹸の会長の個人秘書。会長山森夏江を崇拝しており、絶対福神を誓っているかのような鋼の忠誠心と迅速正確な業務の遂行力を見せる。山森夏江が現役を退いてからも会社に多大な影響を与える存在であることを裏から支えている人物。弓岡の口から現社長や役員たちに指示が通達されることも多く煙たがられている。本社の従業員はもちろんのこと、工場や倉庫の臨時従業員や主要取引先まで関係者の顔と名前は全て把握している。これ何、こんな事細かに今突然思い出したんですかね。忘れていたの、そんなこと。あ、じゃあ今まで話してたことは全部嘘だったってことなんですか。じゃあ何か神ほどだ、白々しい。だが、この情報があるからといって、何かが変わるわけでもないか。いや、嘘ついてたよねっていう話ができるかな。うん、そうかな。弓岡の正体。思い出したぞ。何が神ほどだ。あんたは、俺の勤務する会社、飛白石鹸の会長秘書じゃないか。ようやく思い出しましたか。愛社精神の乏しい従業員で残念です。では、立場をわきまえて、こちらの言うことに従っていただきましょうか。断る。これは業務とは無関係だ。あんたにそんな権限はない。そもそも、どうしてうちの会社秘書が受賞玉なんてもんを探してるんだ。そのように疑問を持つでしょうから、あえて明かす必要もないと思っていたのですか。いいですか。我が社は昭和初期よりこの土地で共に発展し、地域に根ざしてきた企業です。この地で不穏な呪いなどが広まらぬよう排除するのに何の不思議がありましょう。そういうものなのか。一従業員は知らずともいいことです。そのような事柄は無数にありますから。会長は愛すべき会社のあるこの土地で厄介事を起こしたくないのです。さあ、わかったら、おとなしく呪詛玉を渡してください。ちょっと待って、陽子さんは陽子さんで気になる。びっくりしたな、陽子さん？どうした？何が動いたんだ？いや、特に変わってるようには見え。え？振り向いたから？しまった。くそ、こんな。え、なんで？お家正午死亡。あ、ニュースになってしまうぞ、これは。お家正午が死亡した。実績の解除。なんと、どうやらペプチ様の望まない結果に進んでしまったようですね。これは私の勝手な推測ですけど、あの男との会話中に隙を見せてはいけないようですね。ご安心ください。あなたが振り返る直前からいくらでもやり直すことができますから。へえ、この人は何なんですかね。これよく見たらね、これこういう顔なんだと思ってたけど違うんですね。これ仮面をかぶってるんですね、この人。だから実際にはおじいちゃんじゃないのかもってちょっと思ったんですけど、この人はこの人で何なのかわからない。かしこまりました。戻ったら絶対に振り返らないでくださいね。振り返ったらいけない？それは呪詛玉の力なのかな？それとも単純に後ろ向いたからぶん殴られただけなのかな？そこもわかんないよね。なんか振り向いちゃいけないみたいな七不思議あったんでしたっけ？いや、そんな話あった覚えないぞ。まあいいや、とにかく振り向いてはいけないというところ。話を続けますか。陽子のこと何をしているんです？彼女の様子を見てあげなくていいのですか？そんなこと言ってもさ、他に何もないぞ。この弓岡匠は俺の勤務する会社飛白石鹸の会長山森夏江の秘書を務めている男だ。と言っても会長なんて雲の上の存在、社内報で見たことがある程度でわかるわけがない。なのに俺を知ってたってことは、従業員の顔と名前を全て把握しているのか。何をしたらいいんだ。
あるじゃないか、あれが。あいつを撤退させる話題がある。何がある？何がある？何を話すんだ？撤退させる話題。ああ、しまった。こうしてる場合じゃなかった。どうかしました？え？電話をした？実はさっき、119番で救急車を呼んだ。もうじきここに救急隊が来るぞ。救急車？なんと愚かな。こんな夜中に誰もいない場所で変死体と一緒に立っていたら、救急隊から警察にも通報され、事情聴取は免れないでしょうな。でも俺は陽子さんのそばを離れたくない。あんたもこのまま一緒に事情聴取を受けるか。なるほど。通報したのは間違いなさそうですね。もういつ到着してもおかしくない。今は面倒事を避けておくべき時、一旦この場は引きましょう。呪詛行使できるのこれ。どうなる？な。大きい家正吾、貴様まさか。そんな涼しい顔で人を殺すの？くか、こぼう。何を考えているの？あの人。どういう感情の顔なんですかね？大きい家。嘘？え、二人目？死んだ。本当に死んだ。これが呪詛玉の呪いの力か。これなんかバッドエンドに突き進んでいないですか？大丈夫ですかね？すごい。呪詛玉、置いてけぼりに 1% の再婚を追加いたしました。少ないのかな？多いのかな？わかんないな。でもなんか、この人は違ったっぽい気がしませんか？涼しい顔をして人を殺すなこいつ。大きい絵正午、午前2時台。錦糸町付近。あ、公園じゃなくなってる。それから、俺はすぐに公園を離れた。陽子さんには悪いが、ここで足止めを食っているわけにはいかない。離れたんだ。遺体は救急隊が保護してくれるだろう。弓岡の者も含めて。明日にはニュースになって騒ぎになるだろうが。とりあえず朝まで安全なところに安置してもらえればいい。さて。早く次の生贄を探さなければ。時間はかけていられない。夜明けまでに他の貸し主を探し出して魂を集める。弓岡を殺して得られた再婚はごくわずかなものだった。つまりあいつは貸し主ではなかった。こんな程度じゃ全然足りない。貸し主以外の魂なんてスズメの涙のようなものだ。はあ、殺す必要がなかったんじゃないんですかね。本所七不思議の呪いを受けた他の貸し主たちの居場所だが、呪いの発生が今日の0時頃だったようなので、今も活動している可能性は十分ある。まずは各不思議のゆかりの地の付近を当たってみるか。その地の当人でなくとも、俺と同じように考えた別の貸し主が、訪れることもあり得るだろうし。この近くの本所七不思議の地は、今俺がいるのが錦糸町のあたりで、まず大横川に架かる下久橋を越えた先、ここが送り拍子木。あ、近いんだね。線路を越えて亀沢の南割下水通り周辺には足洗い屋敷と消えずの安頓。さらに大横川を登った宝温寺橋のあたりが送り提灯。近いのはその3箇所。このあたりから回ってみるか。選べるのかな？選べるんですか？考える。夜明けまでに貸し主の魂を集める。必ず陽子さんを救う。
まずは本所七不思議に関連する場所に行ってみよう。持ち物、呪詛玉。本所七不思議に置いてけぼりの呪詛玉。現在の再婚の量は 1% だ。何を持って 1% って判断したんですかね。なんかあるのかな。場所移動。どうしよう。どこから行くか選べるんだ。行く前にちょっと確認しておいた方がいいかな。つってもわかんねえな。これは駒形高校だから違うでしょ。法恩寺ってありましたね。送り提灯と送り標識儀。あともう一個何でしたっけ。これか、足洗い屋敷。どれも気になるけど、足洗い屋敷から行きますか。亀沢付近、下水通りか、これか。そうですよね。間違ってないよね。南割下水通り。南割下水通り。この辺って行ったことないから、全然土地勘ないから全くわかんないんですけど。ここ、南割下水通り沿いには、足洗い屋敷や、消えずの安頓。消えずの安頓もここにあるのか。二つあるって言ってたっけ。足洗い屋敷や消えずの安頓など、いくつかの不思議がある。大きな通りだが、さすがにこの時間だと人通りもなく静まり返っていたが、なんだか妙に暗い気がする。確かに街灯が一つもついてないよ。なんで？これはまさか、送り安頓なんじゃない？それって送り安頓のスタンド能力なんじゃないんですか？明かりを灯してもどうしてもすぐに消えてしまう。明かりなしそば、明かりなしそばなんじゃないんですかね、それは。すでに攻撃を受けてるみたいな。全く光がない。深夜とはいえ、この辺りだけ、やっぱり妙に暗い気がする。しかもこの感じは、さっきも。誰かいる。人じゃなさそうだよ。首と胴が繋がってないように見えるんですけど。あそこだ。何かいる。考えなきゃいけないのが、何をしたら攻撃されるかですよね。何が条件になるかっていうのを考えとかないといけないのかな。そこだ。何かいる。あれは呪霊。七不思議の呪いの姿。いる。いるぞ。この辺りにかしり主が。どこにいる？あんまり周り見れないですね。後ろは振り向けなくなってる。この呪霊が暗闇を発している。すぐに何かしてくるような様子はない。誘ってるのか、どうする。様子を見ようか。不用意に近づくのはやめておこう。考えよう。さてどうする。このままじっとしていることで相手の呪いの条件を踏む可能性がある。今ならまだここから立ち去ることもできそうだが、立ち去った方がいいかな。わかんないよね。近づいてみますか。すごいな、スタンドバトルってこういう感じなのかな。スタンドバトルというか念能力の戦いみたいな。この呪霊が暗闇を発している。近づいてみます。もっと近づく。このまま待ってても仕方ない。行ってみよう。なんか離れた方が良さそうな気もするけどな、この場は。何なのこれ。腕はどうなってんだ。首が繋がってないのは分かったんだけど、何？しまった。なんだ？呪いの力じゃない。誰かに引っ張り込まれた。くそ、いてて、放り投げられたのか。ここは建物の中。真っ暗闇だ。さっきの呪霊の暗闇か。何も見えない。何も見えない。窓も何もない。閉ざされた空間だ。自分がどっちを向いているのかもわからない。考える。くそ、やられた。かしり主の仕業か。この闇は呪霊の影響。ここに俺を閉じ込めておく気か。どうであれ、すぐ殺されなかったのはラッキーだ。今のうちに脱出方法を探さないと。くそ、何も見えない。明かりになるものがあれば。明かりになるものなんて何もないもんね。役に立たないもんな、呪詛玉は。
でもすぐに殺されなかったっていうことは違うんじゃないかなって思ったんだけど、どうなんだろう。周り見渡せて、びっくりした。なんだ。ギャー、なんだ。腹が痛い。痛い。さっき。痛い。お腹が痛い。ポンポンペインの力があるのか。どうなるんだ、お腹。大きい正午死亡。くっそか。何をして死ん、なんで死んだんだ。消えずの大きい家正午だって。その実績。なんと、たか。これは私の勝手な推測ですけど、あの暗闇を何とかする方法があれば、どうにかできるのではないかと。じゃあ今時点では近づかない方がいいってことかな。明かりになるもの持ってないもんね。スマホぐらい、ないよな、この時代。昭和だからな。携帯すらないよな。離れましょう。じゃあね、どっちに行く？これなんて読むんでしたっけ？あ、下橋か。送り標識の下橋に行ってみますか、じゃあ。こっち。あれは多分今どうすることもできないんじゃないかな。下橋付近。送り拍子木の時計があったという。何でしたっけ？今読んでたのに分かんなくなっちゃった。これ何て読むんでしたっけ？覚えらんないな。下橋だ。下橋。下橋付近をしばらく歩き回ってみたが、この辺では特に気になる人物や現象は見つからなかった。強いて言うなら、さっきそこで誰かが捨てたであろう100円ライターを拾ったくらいだ。呪い相手に火が効くのはわからないが、何かの役に立つかもしれない。見つけましたね、早速。これを持っていけばいいのか、じゃあ。もちろん道には100円ライターだけじゃなく、タバコの吸い殻もたくさん投げ捨ててあった。これでは確かに火の用心を告げるため、標識が現れてもおかしくないのかもしれない。なんでその中からライターを拾おうと思ったのかな。これでもう一回行ってみますか、じゃあ、さっきの場所ね。何か変わりはあるかな？南割下水通り。まだいるな。向かっていきますか。何が起きるかは分かってるから、とりあえず近づいていきましょう。同じなんでしょ、どうせ。これ何？腕どうなってるんですかね？首が繋がってないのは分かるんだけど、腕をどうしてるのかがよくわかんない。違う、切腹しているのか、これもしかして。腹を切って首を切り落とされてるのか、そういうことか。そしたらここで100円ライター使える？そうだ、さっきの100円ライターが、つく、ついた。よし、ついた。これで少しでも見えれば。何？ふわ。何が？くそ、失敗か。明かりが少しでもあるとダメなのか？何が？誰かいるな？かじり主か？しまった。逃げろ。これさ、これ、呪詛行使しないってこともできるのかな？いや、やるけど。どうなる？ぐわー、ごぼう、なぜ、ごぼう。強くねえ、大きい家。大きい家強いな。容赦ねえよ、そして。誰が死んだ？危なかった。かしり主の姿は見えなかったが、うまくやったみたいだ。呪詛玉を置いてけぼりに 30% の再婚を追加いたしました。増えたね、随分。弓岡の 1% も含めての 30% ってこと？暗闇と明かりが呪いに関係していた。ということは、今のは消えずの暗遁だろうか。七不思議の話と呪いの条件には関連がある。これは今後のヒントになるかもな。自分の殺した相手がどこにいるかわかんないの？まだこの付近に、近辺に不思議はあるが、今はもう何もなさそうだ。心なしか明るくなった。別に街灯がついてるわけじゃないんだけどね。信号はついてるけど。さっきのが消えずの暗闘だったとすると、
その呪いの発動条件は、明かりの消えた場所にいる対象を呪い殺せれとか、そんなところだろうか。小さなライターの明かりで防げたのは本当に助かった。へえ、そんなトントン拍子で人を殺していくんですね。ちょっと予想してなかった、こんなゲーム展開。まあいいや、ちょっと一旦今回はこの辺で終わりにして、また続きは次回やっていきたいと思います。次はね、こっちかな、本音寺橋だっけ、こっちのね、橋に向かっていきたいと思いますね。ご視聴ありがとうございました。ではまた。